所長。よろしくお願いします。はい、ちょうど学生が質問に来た。はい、質問に来た。あ、じゃあここから行こうか。お名前は。あ、持田。持田さん、何年生？今、大学院2年の。2年生。持田、持田です。はい。これやっぱり、抗原ってね。うん。思った通りに、こう、上薬が溶けないと。いかないと。原因は何になる？そう。経験値豊かな三上先生。肺の中 の, そのアルカリ分がどうなのかなっていうことで質問していまして、うんうん、この pH 試験紙とかを使ったんですけど、うん、まあどうやらそれも違うみたいな、うん、そんな話どういう指導をされたんですか。結局ですね、はい、こういう上薬っていうのも下剤の場合は肺をね、うん、木の灰を燃やしたもののアクを取って、うん、それを水でこうアクを取って水肥っていうんですけど、そういう産業をしたものを使うんですけど、うん、それが不足してんじゃないか、うん、アクがまだ残ってんじゃないかってことね、うん、今、はい、いや自分の思った風には出てなかったと。そうですね、うん、本当はどうしたかったの。本当はね、ここら辺にしたいの、うん、この黄色がこんなようになっちゃったんです。あ、黄色だけ出してこの黒はいらないんですけど、うん、なんでか出てくるんですよね、うん、そういうのっていうのは、まあ、経験を重ねるしかないもんね。そうですね、うん、あとテストね、テストしていくのと、ね、あとどこにこう、うん、原因があるのかっていう予測ができるぐらいの、うん、なっていかなきゃいけないんだけど、うん、肺もだって自分で作ったりもするんでしょ。自分で作るんです。お医者さん、じゃあ今回の肺は自分で作った。肺はまあいろんなとこからこう取り寄せる、はい、したものをテストして、うん、あの炭を作ってる炭屋さんに、うん、あの電話して、うん、ちょっと送ってくれないかと。肺だけ送ってください。肺だけ送ってください。で今回和歌山の炭作ってるところから送ってもらったんですけど、うん、どうも違うんですね、うん、それは違うっていうのはこれまでの成功事例もあるというか。そうです。なんか同じものをやったけど違っちゃった。はい、芸大になんかストックでいろいろ卒業生が残していったものとかがあって、で謎の灰っていう袋がそれが良かった、はい、それがめちゃくちゃ良くて、それは難しいよね、うん、そこを今解明したんです。そこが謎の灰を、うん、謎の灰でやったらうまくいった、欲しいものが出たと。そうなんですよ。その謎の灰を今求めてるわけか、はい、なかなか、うん、だいぶ上がってきたんですよ。僕は取材してそうです。歌詞の範囲なんじゃないかと思ってます、うんうんうん、じゃあその今度は歌詞の範囲を手に入れると。そうですね、手に入れて、もしくは自分で作ると、はい、焼き物ってね、はい、あとそういうあの釉薬とか温度とか窯とかさまざまなものが仕事をし合うので、なかなか一人の人間の思い通りにはなってくれない。まあそうですね、ところが面白い。工芸独特のやっぱり素材から作り上げていくってところが ね、いろんな要素が絡んできてますんで、うんうん、なかなか思うようにいかないけどね、うん、それをなんとか思うようにしていくってところが楽しいよね、うんうん、楽しいです楽しいね。もう結構苦しみが今苦しみがついてる。だんだんこう M2 となるとそろそろ終了生産。そう、逆算していくとやっぱ工芸はね、こうみんなで一緒に釜入れもあるし、スケジュール合わせなくちゃいけないところもあるし、ね、うん、ね、自然乾燥もさせなくちゃいけないし、実験もしなくちゃいけないし、大変ですよ乾燥時間を見越さないと。早めるわけにはいかないもんな、乾燥時間は、ね、うん、爆発しますから、ね、という持田くんの悩みで、皆さんに YouTube で聞いていただきました、はい、ありがとうございます。じゃあ三上先生、陶芸家の部屋を、はい、僕が今教員室ですね、はい、皆さんで、じゃあ初めて見る人たちもいるので、ちょっとこの、はい、陶芸の研究室を、はい、じゃあご案内します。ずらりとね、はい、このろくろ部屋。ろくろ部屋なんですけど、はい、結局陶芸に専攻しますとね、うん、デスクがないです。デスクがない。
やる子ね、ガバンもないです。ガバンも作業台とか製図台とか、ただこのろくろがっていうものを与えられて、一、うんうん、人ずつこのろくろのところで制作を始めていくっていうような形になってます、うんうん、これで一人の学生のスペース。そうです。でもその一人の学生がここは自分のろくろ場と決まったら占有できるの。そうですよ。それすごいよね、うん、それで結局学部生も大学院生も博士も一緒になって、混ぜこぜになってるんで、うん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 、必ずしも隣が同級生ってわけじゃない。そういうわけじゃない。わざとこう、わざとこういうのびちゃびちゃにしてある。なるだけスクランブルになるように、ね、はい、やっぱり先輩の方がスキルを持ってたりするので、うんうんうん、隣に先輩がいたりすると、うんうん、知らず知らず学ぶところがあって、そうですね、影響されるところがあって、ね、そういうスタイルになってます。隣に行くと今度は釜があるか、はい、こんにちは。こんにちは。何年生ですか。修士1年です。修士1年、はい、はい、学部3年の野村です。え、今何してるの。今は特には片付け、うん、今は片付けをしていたと、はい、修士1年、お名前は。伊藤です。伊藤さん、伊藤さん今何してるの。はい、今あの焼き、皆さん今日釜出しだったので、うんうん、焼き上がった作品を見させてもらってました、うん、あ、自分のも出るじゃん。自分のは、今日焼き上がりじゃなかったんで。あ、違うんだ、はい、うん、釜出ししたのはどれ。今この辺並んでるやつ。あ、そうです、うんうん、学年もみんなバラバラなんだ、ね、バラバラですね。これはプロパンの釜で、うん、あそこにあるこの釜で焼いて、うん、釜によって焼き方違うんで。そうだよね。だからその焼き方で焼きたい人たちが学年を超えてこう、そこに入れるんですかね。そうです、はい、うん、これは何度ぐらいでどれぐらい焼くんですか。これはね、うん、大体1230ぐらいから、うんうんうん、60、うん、70ぐらいかな、うん、の間で決めるんですけど、うん、一昼夜。一昼夜もうしっかり冷まして出てきた感じ。そうです。もう触っても大丈夫。大丈夫です。まあ、芸大の場合、まあ、工芸はまあ様々なね、あの、専攻あのがあって、はい、で陶芸を専攻している学生というのは2年3年4年大学院博士まで行って、はい、で大学院は砦で宿用っていって釜を1年間で設計して作って焼くっていうことで、大学院1年は上野にいないんですよね。釜を作ったりするんですね。また全然違う環境で1年過ごすことになってますけど、三上先生と私はね、大学時代ね、はい、あの近い世代で、はい、そうです ね, ね、1年先輩ですね、はい、工芸のこの棟は隣が上野動物園なんですよ。だからまあそこベランダ校舎を出るともうそこは動物園だよね。はい、もうコンドルが、コンドルか、コンドルが休んでる。コンドルいる。コンドルが休んでる、うん、コンドルが休んでる。結構猛獣の声も聞こえるもんね。これ猿や、猿。ここ大都会上野のど真ん中で何か野生の吠え猿のような声と、そしてコンドルは飛んでいくの、コンドルが羽を休めているところで、陶芸家のみんなは制作のイメージを膨らましている。程よくいい感じで汚れてるねどこの美大芸大にもありがちな汚れ方で、いい感じでいろんな先輩たちのものが、こういう今割とこういうの流行ってる。こういうの流行っている。何が、何が流行ってる。サボテンの器作り。サボテンの器作りが流行っている。この会話職人。ああ、こういうね、これ首が、頭がサボテン。これがさっき言ってた、うん、はい、灰をかき混ぜて、うんうんうん、アクを取る作業、水肥と言いますけどね、うん、これを一からやって、うん、原料を作るという。これは先輩たちがずっとじゃあ置いてったりするの。いや、これを毎年、毎年入った学年が面倒を見て、うんうん、乾燥させて原料庫にしまう、うん、そこまでやるんですよ。あ、これだよ、もちだ。
さっきの持田の灰が彼が謎の先輩から残した謎の灰を解明しながら今やっている、老舗の長年続けたタレのような感じで、もう持田君にとってはこれがもう命になってくるんだよね。そうですね。不思議な世界だね。これ自分たちで釜作る時の耐熱が、耐熱レンガか。まあ鳥で行くとこんなの山のような。そうね。釜作りもね。ハッピーです。あ、ハッピー作ってる。ハッピー作り。東京芸大芸術祭2年間みこしはできなかったけども、今年はなんとかやろうと、ね、1年生が毎年ね、そうですね、芸祭の中心になって、ハッピーも1年生が作ってるっていう。これ版がシルクの版があって、染めてから縫製していくんだね。まず生地を染めて。そうですね、うん、もう今年なんか日本画の方の下絵、工芸科授業もあるけれどもね、こう7月8月という夏の時期になると1年生はハッピーみこしの準備に入っていくと。そうですね、という工芸科の、とある平日の午後の風景でした。ありがとうございました。どうも失礼します。